神奈川県川崎市では、使用済みプラスチック由来低炭素水素を活用した地域循環型水素地産地消モデル実証事業を行っています。これから使用済みプラスチックをリサイクルして得られる水素を燃料電池自動車の燃料、商業施設の電気や熱として利用するまでの工程をご覧いただきます。まず破砕成形設備において、川崎市や周辺地域の家庭から回収した使用済みプラスチックを破砕圧縮し、成形プラスチックにします。成形プラスチックをガス化設備にて高温高圧の状態にすることで、水素と二酸化炭素の合成ガスを生成します。合成ガスから水素を抽出し、供給先に輸送します。供給先の一つ、江東区新砂水素ステーションです。水素ステーションへは高圧水素トレーラーによって圧縮水素を輸送しています。圧縮水素は燃料電池バスや燃料電池自動車に充填しています。1時間あたり 2,3 台のバスや 5,6 台の自動車への水素充填が可能です。続いては川崎キングスカイフロント東急レイホテルです。建物正面右にあるガラスの壁に囲まれた黒い筐体が純水素燃料電池です。水素製造施設から当ホテルの純水素燃料電池までパイプラインで水素を供給しています。燃料電池から生み出された電気と熱を利用して、客室の照明や温水などエネルギーの約 30% を水素で賄っています。このように川崎市の協力のもと、使用済みプラスチックから生成した水素を地産地消するサプライチェーンを構築することで、脱炭素社会の実現に貢献しています。